な。何か聞きたそうな顔してやがるな。エミリアのことか。あいつは常連だった店のママに保護してやってくれって押し付けられたんだよ。店の付け払いがちょっとでかかったからな。断るんならガーディアンズに突き出すとか言われたからよ。家出だったか知らないが、ママが言うにはある日路地裏であいつが倒れていたんで拾ったんだと。世話していたが名前と年齢以外何も明かさなかったみてえだ。ろくに働きもしねえし愛想も悪い。そのくせ飯はがっつり食いやがる。いい迷惑ったらありゃしねえぜ。追い出したいのは山々なんだが、次の保護者に委任手続きを取らずに追い出すと俺が社会的なペナルティ食らっちまうからな。こうなったら自分の飯代くらいは稼いでもらわねえとというところでお前さんが来てくれた。とにかくバイトも長続きしねえし、働こうって気力もない。家事能力もねえし、このままだったら一日家でゴロゴロしてるばっかりだ。いつまでもただ飯ぐらいはこっちも困るんでな。ちょっくら使えるようにしてやってくれ。詳しく知りたいの？じゃあリトルウィングの親会社であるスカイクラッド社から話すね。スカイクラッド社というのは惑星パルムに本社を置く大手総合商社。製薬、服飾、化粧品、食品業界、ホテル、リゾート事業が有名だよ。私たちがいるこのリゾートコロニー、クラッド6はスカイクラッド第6支社になるのよ。で、そのスカイクラッド第6支社の事業の一つとして民間軍事会社リトルウィングがあるのよ。ああ、そこはあんまり気にしないであげてね。いろいろあるのよ、うちのボスにはね。まあここら辺のことはそのうち教えてあげるわよ。それより今はリトルウィングの話ね。入社について厳しい書類審査とかはなし。犯罪歴があっても腕さえあれば OK。 だけどリトルウィングはあまり知られてないから、社員も50人そこらしかいないのよ。でもここにはいろんな人が来るよ。前科を持った人だって腕があれば入れるし、お客さんが海賊だって困らないね。他の軍事会社から犯罪者まがいとか叩かれることもあるけど、この会社を頼りにしている客もいるのよ。まだまだ小さい会社だけど、頑張って会社大きくするよ。いろいろ覚悟は決めてるけど、正直この仕事だけはしたくなかったな。え？他の仕事ならできるのかって？まあそりゃ今までのバイトとか全部長続きしなかったけどさ、私にも転職ってのがあるはずなんだから、見つかるまで待ってほしいよ。やりたいことか、考えたことなかったかも。何かをやりたいなんて思ったことないし、
大体無理やりやらされてたしね。あんた、一人部屋だったよね。いきなり一人部屋とか、ずるいったらありゃしない。いい加減私も、一人部屋になりたいんだけどな。そりゃまあ、一人は一人の苦労があるだろうけど、私みたいにおっさんと一緒とかよりは100倍マシだよ。料理もしない、洗濯もしない、掃除だってやらないから、散らかり放題。全部私に押し付けるんだもん。ま、これからどうしようもなくなったら逃げ込む場所ができただけよしとするか。何人事みたいな顔してんの？あんたのとこに決まってるじゃん。私は先輩なんだし、笑顔で迎えてよね。見ない顔だな。ということは久々の新入社員か。うん、ようやくクラウチも動いたようだな。私の名はクノー、リトルウィング所属の者だ。君にとっては先輩となるのだろう。ここは入社までの経歴を問われない反面、入社後の実績で全てを評価される完全な実力主義の会社だ。腕に自信がないのなら早々に去った方がいい。自信があるのなら好きにするといい。今のは軽い脅しのつもりだったんだが、全く動じていないところを見ると君は自信がある方なのだろうな。君が私と敵対しない限り私は君の味方だ。いつでも話しかけてくれ。エミリアのおもりを仰せつかったのか。はたから見ればただの厄介払いだな。とはいえエミリアの筋は悪くない。正しい指導を受ければ伸びるはずだ。つまり君次第というわけだな。もっともまずはあのやる気のなさを解消せねばならないだろうが、なぜそんなに詳しいのかだと？私もかつて一度エミリアの指導を頼まれたことがあるからな。残念ながら一日で彼女がギブアップだ。私としては手加減したスケジュールを組んだつもりだったが、まあ元より私は指導官には向かない。愛想も良くなく口調も固く圧迫的だ。その点君なら大丈夫だろう。たとえ一日だけだったとしても彼女は私の教え子でもあった。絶対に見捨てないでやってくれ。お前はこの前の海底レリクスであったな。覚えてるか俺のことを。そうか、お前もここに入ったんだな。俺もレリクスの救助活動を手伝ってる際にクラウチから声をかけられてな。入社までの経緯は問わずと聞いていたから、どんな奴らがいるのかと思っていたが、ひどい状態ってわけでもなさそうだ。不安だとすれば、取り仕切っているはずのクラウチの仕事への姿勢ぐらいか。何か理由はありそうだが。おっと、そんな詮索は余計だったな。俺たちは雇われの傭兵よろしく、割り当てられた仕事をこなせばいい。一緒に仕事をする機会があるかもしれんが、その時はよろしく頼む。
早速難題を押し付けられたみたいだな。もちろんお前のパートナーの話だ。どうやって接するつもりだ。海底レリクスでの振る舞いを見るに、あの子は仕事へのモチベーションがない。まずはそれを持たせてやらないとな。何か無理やりにでも構わない。あの子にとっての大きな目的や目標を持たせることができればと思うが。まるで教師みたいな会話だな。ま、大変だろうが頑張ってくれ。